毎日更新ドグチューブ、いかがですか？ドグマ片見です。昔さ、はい、親父がさ、うちの親父がさ、はい、なんかの血糖値が、なんか血糖値っていうか、なんかの数字がすごい高いみたいで、うん、一回救急車運ばれたことあるの。そうなんだ。本当に。で、救急車で運ばれて、その日家に帰ってきたやろうね、はい、で俺は外出てて、親父が救急車で運ばれたこと知ってたの、はい、でおかんからなんとなく聞いたので、なんかの数字がすごい高くて、お父さんもなんか野菜しか食べたらあかんわ、うん、本当にお父さん肉好きやからねみたいな話聞いてたの、うん、で俺家帰ってきて、あ、お父大丈夫かなと思って部屋からって見たら、お父いないんや、はい、お父おれへんやん。で俺も夜中やったけど腹減ったなと思って台所行ったら、真っ暗な中、はい、お父が無言でキャベツの千切りずっと食べてたもん。寂しいね。無言でこうやってふーって言いながらキャベツの千切りずっと食べてて、そんなキャベツの千切り食ったとこで治れへんやろうし、なんで真っ暗な台所で食ってんねんっていうのを今救急車見て思い出した。寂しい話や。真っ暗な中や。無地をムマヨネーズで食べてたもん。あ、もうね。そんな親父も今元気ですから。よかったね。ドグマ片見の小話でした。今の小話で1本でええんちゃうのか。ダメだよ。こんな面白い話できる YouTuber おれへんぞ。おお。データによるとどこが多いんだっけ、俺押すの。分からない。なんか、ね、データ化しててくれてる人が、なんかいらっしゃって。カルちゃんランドセル。トリン。あ、でも結構、あ、すごい。前回松岡さん仮面ライダーの話したら、仮面ライダーバトル、これすげえデジタルだよこれ。総勢100人以上のライダーを集めようやって。すごい。これどういうことやろ。あ、でもほら映るかな。ショットモード、ライバルモード、バトル、図鑑モードって結構ちゃんとしてんじゃない。遊べるね。これ電池入ってんのかな。ピコピコしてみる。あ、でもパンチゲーム、レースゲームとかできんやって。あ、でも意外とちゃんとしてるわ、ほら。これ当たりじゃない。これ結構すごいね。ほら、ちゃんとしてるよ。おお。押してみる。あ、これ自動販売機の音やね。ええいきなりミーンって言ったから何の音やろうと思ったら自動販売機の音やで。これ、いや、こっちだよ。あ、こっちの音や。だけどあ、ほんまや、ごめん、こっちの音やわ、うん、こっちの音。なんかでもやり方があるんやろな。あ、すごい。ほら見て、定価。え?3200円。うわ、ほんまや、3200円もする。これ大当たりやん。やったー。ルンバ超えたんじゃない。ルンバ超えたぞ。あれクソゴミやったからな、あれ。音また運ばれてきた。2回目。本日2回目。音、またキャベツの山盛り食べてる。オープニングが終わるとパートナー、え、オープニングが始まりますって書いてある。始まらへんで。なんかオンになってる？いや、多分ね、電池がないんだよこれ。くっさー。残念。今日のボタン電池なので、おそらくレビューされることはないと思います。電池切れー。残念。あれら。チャンネル登録。